どうも、暗黒放送のですね、ポカホンタス横山と言います。30分だけやります、今日はね。誰？いつもの人だよ。自己紹介？俺の名は横山みどり。慣れ合わない、出会わない、嘘をつかない、笑わない、乞食をしない、5つのルールを糧に、配信をね、している、ニコニコ生放送最後の砦です。会員限定放送もせず、な？みんなで馴れ合ってカラオケごっこもせず、乞食もせず、最後の配信者。乞食のギフトはすぐ消します。今すぐ。今すぐ消すからちょっと待ってて。時間かかる。もう今すぐ、ペイって消します。はい、消しました。乞食残念。すみません。ね。ごめんなさい。乞食禁止なんで。はい。ギフト切ったよ。もう投げられなくした。ギフト切った。ね、ギフトのために貼ってるわけないんで。ついでに腹も切れ。それはできかねぬ相談でございますね。夜中にうるさい。いいじゃん。配信どうせ見るもんないからさ。パイプも切れ。切りたいね。うんこも食え、めちゃくちゃ要求がどんどん上がっ、ハードルの要求がどんどん上がってるよ。腹ね、ギフト切れの後は首を切れて腹を切れとか、うんこ食えとかさ、うんこ食えは関係ねえし。なあ。そんな感じでやりたいと思います。こんな時間にやるのはいいじゃん、寝れないんだから。見る番組も一つもなかったし。なあ、俺何話すんだったっけ？忘れちゃった。まあいいや。自分で枠取って話す内容を忘れて、俺も老人病になってるわ。ね、何か今日はね、ね、いろいろとありましたけど、尿道プレイ、それビッグニートの放送だろ。俺も騙されてさ、ちょっとね、騒ぎになってたから見たけど、ゴミみたいな内容だったよ。尿道にさ、女王様に尿道プレイ、初めての尿道プレイしました。やばい、恥ずかしい、どうしようとか言ってさ、ね、てめえの性癖のプレイだろ、ただの。ポケモン見てない10万人ぐらい来たんでしょ？ね、母さんがポケモンで、いや、でも、今これのね、アザラシみたいなやつは捨てるのは確定なんだけど、とか言いながら、リスナーとさ、どのモンスターを捨てるとか、相談なんかしちゃってよ。な、ポケモンやると人がめちゃくちゃ来るんだな。ね。いや、見てない、見てない。ね。ゲンガー野郎が。な、これ6万？まあ、だって面白くないじゃん。まあ、俺も面白くないけど、これこれくんもね、そこまで面白くないから。ね。やるみとどろ？あ、なんか俺見てないけど、釣りに行ってたんでしょ？本当は別の行く予定だったけど、そこが閉まってたもんだから、仕方なく二人でさ、変な汚ねえ顔で釣りやってたんでしょ？気持ち悪い。あまり人の悪口言うとダメだ。今年は人の悪口言わないって決めたんだった。あんまり人の悪口をね、たらふく言うと、大変ですから。あと誰だっけ？忍法っていうやつ？わざわざさ、サンバさんと、ね、変、あの女がね、やってきて、な、おまけにサダとかシゲキノコとか。ね、あと伊藤だったっけ？合流して。ね、相変わらず馴れ合いコラボカラオケ。ね、特に何も進展なし。な。大変ですね。いや、見てない見てない。暇だからね。暇じゃない。今日仕事で忙しかったんだよ。お前は？今日忙しかった。ずっと忙しかった。ずっとくす、あの、病院探してた。やってる病院と行ける病院と大変だったからさ。いや、忙しいんですよ、僕も。で、多分だけど、オリンピックなくなりそう。ちょっとね、もうオリンピックなくなる可能性が結構高くなってます。ちょっと、まあ、言えない。まだここだけの話。ちょっともしかしたらなくなる。昨日の暗黒放送完了か誰か見てたんかな？オリンピック反対という放送見たか知らないけど、なくなる可能性がちょっと上がってきたね。ちょっとだけ。ね。もしなくなったら僕の暗黒放送の影響かもしれません。わからんけどね。わかりませんけどね、まだ。まあ、やる方もおかしいけどね。この状況で、オリンピックなんかやったところでさ、ね、何の意味もないし、今ね、昨日のはも話したけど、変異ウイルスがね、蔓延してるわけ。だからやらん方がいいよ。と俺はもう、必ずバイオテロを起こされるからな。バイオテロが。で、まあ今日ですね、
ね、今日、母の日だったらしいんですよ。うん。で、僕はね、何もせんかった。つか今まで何して一つやったことない。みんなはね、お母さんにどうせさ、カーネーションとかハンカチとかさ、なんかブラジャーとか下着をのプレゼント送ってるかもしれんけど、うん、うち、母親いないから。うん、うち、母親いないから。うん、俺がね、25、6の時に死んだから。ガンで。うん、だからもう会いたくても会えません。だからいません。まあ。そう。だから何一つせんかった。うん。何にもやってませんね。残念だけど。え、恨んでる？いやいや、すごい最後まで心配してたね。俺がもう、やばい。なんか迷惑ばかりかけたなと思ってるよ。ね。駅までね、癌の治療中なのに、車で迎えに来させたりさ。ね。腹が減ったって言ってご飯を作らせたり。ね。確かにね。本当に、ね。あんまりそういうことはせんかったからな。うん、今のこ、い、この姿、母親に見せられるね。俺が議員になった姿見せたかったよ。ね、僕がね、まさかのね、まさかの、これ、立花さんと N 国党のおかげだけど、市議会議員になれたっていう姿はね、見せたかったよ。残念だけどね。パンダ、あ、送ったよ。センパチとパンダとパチコに、な、あのー、何が、なんか、欲しい、何が欲しいって聞いたら、マクドナルドのサンキューセットが欲しいっつったから、サンキューセット、ウーバーイーツで頼んで送った。うん。今、サンキューセットで、なんかちっちゃい車とね、あとなんか、シルバニアファミリーのものがもらえるらしくて、それ送っといたよ。お。電話が鳴ってる。誰？誰ですか、これ。ちょっと電話でやめてもらっていいですか、本番中に。そうね、画像がね、届いた。どれだったかな。あ、ほんで、先輩が絵を描けるようになったんだけど、この絵をね、なんか、先輩が絵を描くようになって、なんか、これが代わりに送られてきた。うん、今、そういう、こういう絵が流行ってるんだね。こういう絵が。本当に描いたのこれ。先輩が。わからんよ、っていうのが、なんか。で、サンキューセット。ね。が送られてきたらしいです。でも何もやってないな。みんな、なんかやってるんですかね。わからん。サバン症候群って何？わかんない。なんとかアートっていうやつが今、学校でね、なんとかアートってやってるらしくてさ、スクラッチアートっていうのがやってる。わからんけど、詳しくわかんないですよね、僕は。犯罪者が6位でやめろっていうこと。忍法すけ救いません。救いません。残念だけど。ね。出会い中だから。配信を利用した青メガネの出会い中だから。救いません。だって出会おうとしてるじゃん。このコロナの最中に。このさ、緊急事態宣言がね、発令されてさ、ね。俺だってさ、ね。本当は実家に帰りたいのに我慢してる中、みんなでさ、集まって、オフ会やります。ね。市川駅で自分のさ、キーホルダー配ります。やりたい放題だな、メガネ君。なあ。本当にさ、今思ったら。いや、やらねえよ。俺だって、俺はできるよ。僕だってさ、ここにあるさ、ね。まだ未使用の暗黒キーホルダー。ね。これ配るからって言って、やることもできるけど、俺やらないじゃん、絶対に。だって、それで万が一だよ。万が一にもコロナウイルスにかかった場合、責任取れんの？取れないよね、絶対に。俺怖いからできないの。ね、いろんな人がね、密になって集まって、で、コロナにかかりました。誰が迷惑すると思ってんの？立川市民にとっての、ね、
一つの財産がなくなるんだよ。市議会議員一人がいなくなってしまうと。ねえ。税金が無駄に終わっちゃうの。そういった意味を含めて俺は、やらないの。行かないの。税金が節約できてみんな喜ばないの。なあ、面白い配信してくれよ。それ言わないで。ね。まあ、でもね、配信、じゃあ、そうだ、もう一個聞きたかったけど、これリスナーさんにしかわからんから聞きたかったけど、ユイガって何やってんの、今。原忠之ことユイガさんが最近全くね、聞かなくて、他の、ツイッターの、らの情報とか見てもわかんなくてさ、情報載ってなくて配信やってるかどうかもわかんないし、死んだって書かん、ね、死んだんじゃなくて、全然情報聞かなくない？無所、生々しい。誰が興味あるの？いや、個人的になんか最近、ポッと思いついただけ。ポッと思い出しただけ。ね。あ、そうだ、俺思い出した。俺さ、最近とある配信者に NG 食らったんだけど。びっくりしちゃった。なんかね、まあ誰とは言わんけど、朝っぱらからガツガツ飯食ってるだけのやつがいたのね。汚ね格好で、ジャージ着て、男の配信者で眼鏡かけて、青ひげぶっこいやつんで、ね、俺がコメントで、ちょっとだけね、初コメで、初見です。飯食ってるだけで何が面白いのって書いたのね。そうしたらその眼鏡のとこが急にピタッて止めて、カチッカチッカチッって言って、急にね、カチカチし始めて、ほんで、ね、NG ぶち込んでじゃあ、いやー、いるんだよね、こういう人、たまには、って言い始めて、どうせこれ配信者ですよ。ね、どうせ、ね、俺より閲覧の低いね、三流の配信者が書いたんだろうね、とか言ってたんだけど、俺でこの野郎や。よくも俺のこと NG しやがったな、クソメガネ。マジで。ムカついちゃってさ。ね、一言書いただけじゃん。普通に無言で飯食ってただけなんだから。それだけで NG ぶっ込んだんだぜ。しかも俺さ、ね、どうせこれ、ね、弱小配信者が俺に嫉妬して書いたんだろうなって書け、言いやがってよ。ね、ムカついちゃってさ、それ見て。ね。だって飯、あ、飯雑誌か、ごめんなさい。もしかして俺が理解できてなかったけど、飯雑誌ってそういうもんだったの？だとしたら俺が悪かった。もしかして、ごめんね。飯雑っていうのは、ただ単にここで、むしゃむしゃと無言で飯を食うのが正解だったんだったら俺が邪魔してしまった。あ、じゃあ俺が悪かったよね。あ、ごめんなさい、そうしたら。じゃあ俺が悪いわ。俺てっきりさ、飯を食いながら雑談するから飯雑っていうのだと思ったけど、無言で飯をむしゃむしゃと、ね、丼ぶりで食うだけで、無言で済むのが飯雑、本来の飯雑だったんだったら俺が悪かった。そのルールを俺が知らなかったんだから。あ、じゃあ分かりました。すいません。飯雑をね、をね、つまら、ね、初見です。ね、黙って飯食ってるだけで何が面白いのって書いただけで NG ぶち込まれたことに対して、怒りをね、あらわにしてしまって、すいませんでした。ね。嫌だよ。嫌だ、無言で飯食う姿を見せるぐらいだったら、ね、ちょっと、僕は嫌です。すいませんでした。え？いや、だってその時朝パラ見るもんなかったからさ、たまたまニコ生見てたから、それやってたから。ね。うちの放送？ちなみに、もう解明されてるけど、暗黒放送は、コメントありきの放送なんで、ごめんなさい。コメントありきの放送ですんで。ね、僕が特に面白いっていうのはありません。で、あ、そうだ、来週、ちょっとそこだけ言うわ。ね。来週ね、テレビに出ますんで、ね。その時はね、ちょっともう、当日に枠取ります。ギリギリに。じゃないと通報されちゃうからね。どの番組かっていうのは。通報して潰そうとする奴らがね、姑息な連中がいるから、言いません。どういうふうに映るかわからん。どういうふうに映るかはわからんけど、とりあえず、ね、先に言っとくわ。いや、タレント気取り、やめて。俺、タレントになりたくないの。なれると思うって、まあ、タレントになれないの。いろんな事情が絡み合って。あ、先日のディレクター関係ない。
緑谷に来たんでディレクター関係ない。ね、警察24時じゃそれ犯罪者じゃありません。ギャラもらってません。テレビなんて今ギャラくれないからもらってません。だって、何が、どういう映りが出せるかわからん。ただ、映るっていうのは聞いたから。連絡が来たから。だから、ちょっと連絡だけ。何に出るかは言いません。初見つまらないですね。ありがとうございます。そういったコメント大事ですからね。初見です。つまらない。それのコメント大事。それをね、それに向かって NG 出るやつは最悪だけど、俺はね、ああ、今日の放送つまらなかったんだなって思って、それを見て反省するから。ありがとうな。そうやって書いてくれて。ね。いいの、いいの。ね。だって、いきなりね、初見で面白い放送なんかできないから。だとしたら俺がさ、こうやってさ、ね、尻を向けて、ね、こうやって、みんなーって書いてさ、ね、やってんじゃん。よく YouTube で、変な大学す、なんか今日、ね、ミニスカ履いてさ、わざわざ料理作る放送とかってさ、昔のギルガメッシュナイトの、ね、瞳亮みたいに、なんか、こうやって、ああ、これどこにあるのかねとかでわざとケツ向けてさ、ね、エロ放送しかできないような、に人と一緒にしないで、ね、いや、見た目、そんなの。初見です。プロレスラーじゃないです。ただの一般素人です。やらんやらやらん。エロ放送は大人になってから困るから。その場ではいいよ。盛り上がるから。でも、ね、エロ放送すると、将来、ね、その人に結婚するじゃん。子供が見た時にショックを受けるの。はい、自分に今、すごい自分の言葉が今、ね、キュルキュルキュルってかかって俺の下に突き刺さったんだけど、今自分で言った発言に対して一瞬時が止まったけど、キュルキュルキュルってね、ブーメランがここに突き刺さったから、あんまり言うのやめよう。あんまりちょっと、ね、人の配信に対して口出すのやめよう。自分に対して言えるのかって、そう、今思っちゃいました。目が細すぎてこれじゃない。別にこのマスクが古いんですよ。マスクが古いんです。すいません。この人ってマスクをかぶってるだけで何が面白いんですか？ごめんなさい。マスクをかぶってるで受けるとか思ってなくて、昔ね、このマスクについてじゃあ語ってやるか、久々に初見さんも多いから。このマスクはね、昔で11年前で顔出してる配信は一人もなかったわけ。本当に誰もいなくてさ、で、自分も顔を出すことに対してリスクを感じていたから、それを隠すために覆面かぶって、ニコ生で出たんだよ。それももう雑談講師で喋りました。そういうだけ。窃盗が問題になりそうで、全然言ってもらっていいよ。もう解決してる、これ。ね、これちゃんともう出してるから。リキアの生存、大丈夫、大丈夫、生きてる。なかったら、うすこちゃんからが俺に連絡くれるはずだから。大木か、うすこちゃんが、大木かね、僕にリキアに何かあったらすぐ連絡くれるから。大丈夫だよ。初見です。好きな色は何ですか？それ、あの人がいた質問と一緒の質問かぶせないで。捏造できるわけないじゃん。バカだよ。これを捏造というやつは、本物のバカです。どう見たら警察署のやつ、ね、捏造できんだよ。ね。大丈夫ですか？これ。本物ですよ。明らかに。できませんよ。ね、捏造したり、アイコラでこれを作ったら、俺、捕まるよ。そこまでバカじゃないし、そうやって思ってるやつっていうのは、多分、小学生か中学生ぐらいじゃないですか？すり替えもできない。だって、本物じゃん、明らかに。これ以上、裏もこんな風に俺が作れると思う？表も裏も。ねえ。そんな技術、僕にはありませんよ。初見です。鼻の真ん中についてのチンポって、ここにチンポ生やす変態がいるわけねえろ。
エレファントマンかよ、俺は。やめて、そういうくだらない、なんか、初見ですって言って、なんか、どうでもいい質問すんの。作らせてない、作らせてない。いや、俺、初見さん大事にするもん。配信者ってね、何を大事にするかというと、初見さんですから。初めて配信を見た人を大事にして育てるのが配信者だから。常連ばっかりとか、ね、囲いのコメントしか読まなかったり、会員限定でしかやれなくなると、どん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 と自分がね、当たり前の方になっちゃうの。自分イコール面白い、ね、アンチコメイコール悪だと思っちゃって、ね、絶対的にアンチコメに耐えられなくなっちゃうんですよ。将来。だから俺別に初見さん大事にしてんじゃん。しっかりと。胸元開いてるのに何アピールですか？何アピもクソもねえよ。じゃあ脱ぐわ。そんなアピールするわけないでしょ。これでいい？ダサい、ダサくないです。その T シャツどこで買ったの？知らん。記憶にないです。血まみれ T シャツじゃありません。マスクも脱げ。いや、マスクは脱ぐときはクボマナモードで、覆面かぶってるときは家モード。はい。そんだけです。よいしょ。蚊がいるんだけど。でも今日ただね、時間が暇だったから枠取っただけで特に話すことないです。すいません。今日暇だったからちょこっと枠取っただけで特に話すネタありません。ごめんなさい。リスナーさん。ごめんなさい。本当にネタないんですよ、今日。枠閉じるのも閉じてもやることないもん。枠閉じてもいいけどさ、やることないもんだけど、この時間から。ね。パトロール行ったって、外に不要不急の外出るの嫌だもんだって。特に意味なく外出たところでさ、誰も外歩いてない、ちなみに言うと。ゴミ落ちてない。誰も外出ないイコールゴミ落ちてない。ほんで全部閉まってる。ちょっと今日ね、あ、そう、今日俺、コメダ行ってきたんだわ、朝。散歩しに。ね。寝れなくて、朝7時ぐらい、8時に起きて、んで、隣の国分寺駅まで、あ、国立までね、歩いて行ってきた。ほんで、コメダに行ってきて、新聞読んでてね、あ、今に、初めて普通にまともに新聞読んだわ。いや、そんな、散歩配信がしなくないの？いや、もちろんマスクしてるよ。そういえばさ、マスクで思い出したけど、梅原さんってコロナにかかったんだってね。なんかね、プロゲーマーのストリートファイター2でおなじみの梅原さんがコロナにかかったって言ってなんかニュースに載ってたよ。びっくりした。ほんで、コメント欄見てたら、ニュースのコメント欄見てたら、マスクをせず、どうやらね、マスクをせずに、ね、うろちょろうろちょろ街を歩いてたって書いてあったけど、本当なの？それ。ね。いや、黒人さんに感染、やめろ、そういう嘘が、風潮するのは。で、書いてあったもんだって。俺が言ったんじゃなくて、なんか、ニュースに。なんか、ニュースに書いてあったんだよ、俺。どこだったかな。あれ、消されてる。あれ？更新されて、消えてる。じゃないと、俺がまた嘘言ったと思われたら、たまったもんじゃないよ。いや、調べてみて、乗ってたから。ね。いや、でたらめじゃなくて、本当にあったんだってニュースで。なんか、梅原大吉かなんか、そんな名前の人が、なんか、コロナに感染してしまったって、なんか乗ってたけどな。あれ、見間違い？もう消えてんだけど、ヤフーニュースに。いやいや、もう見たんだけど、本当に。で、コメント欄でそうやって書かれてたから、なんか、なんで消えてんの？
これ圧力？なんか消えてんだけど、ニュースが。ニュースサイトから、本当にあったんだって名誉毀損じゃなくて。あれなんで消えてんの？ちょっと検索しよう。いや、ほら、あったじゃん、ほら。ほら、梅原、プロゲーマーの梅原大悟さんがコロナ陽性、ツイッターで公表って書いてあるじゃん。まあ、大変。だから、今ね、この時期に、こうやってさ、なんか、だってね、いろいろとバーって書かれてたからさ、いやー、だから今、生主たちがさ、ね、俺別にダメとは言わんよ。俺も人のこと言えないから。なんかね、特にゴミ拾いなんか一番感染しやすいけど、俺、たまたまだ感染してなかったっけ？ちゃんと、防音マスクしてたし、ね、しっかりと覆面取ってマスクしてたし、帽子かぶってたし、その感染はね、しなかった、たまたませんかったけど、ゴミ拾いの時は。なんだろうね。帽子は意味あるよ。だってね、付着するから、ウイルスが。ね。自分でさ、ね。今いろんな配信者が集まってさ、なんかコラボとか言ってさ、馴れ合いとかやってるけど、しっかりと自分の身を守るのは大事だけど、感染させないっていう努力も大事だってことを覚えてください。ね。コラボ俺しないよ。蛇を捕まえ、どんな流れで蛇を捕まえてこと言うんだよ。ねえ、この時期に蛇がいるわけねえだろ。カブトムシか、欲しいな。なんか俺カブトムなんかね、この夏に向けてさ、カブトムシ養成作ってさ、売ってる人たちって夏だけに全力注いでるじゃん。そういうの羨ましいよね。夏の2ヶ月間だけ全力でカブトムシ捕まえて、それを1000円か500円ぐらいで売って、で、あとは全部遊んで暮らせるっていう生活が羨ましい。カブトムシ屋さん。ね。でもなんであんな昆虫が売れるんだろうな。不思議だと思わん？なんであんなさ、ね、昆虫が売れるんだろう。気持ち悪いじゃん、昆虫って。虫とか。俺、昔は好きだけど、今苦手なんですけど。ネタないよ。あとちょっと、あと10分だけやって終わるわ。お前も子供作って売れよ。そういうこと書くな。お前も子供作って売れよ。それ昔のあの国だろ。もう今さ、俺、またね、他の国の最近ね、ハマってる趣味ってさ、一回だけ延長した。最近さ、なんか他の海外諸国でさ、いろんな風習とか風土とかあるじゃん。んで、昔のね、人たちってさ、自分たちの子供売ってたんだってね、人身売買で。なんかそれね、鬼滅の刃に関の漫画で見たもん。あまりにも食べるものがなくて自分たちの子供をね、売ってるって。いや、本当にそうだよ。で、だから今ね、子供たちが外出られないっていうイコールね、俺お金だと思ってんの。だからこう思ったわけ。政府は、日本の政府と行政は、子供が一人生まれたら、1000万円あげるっていうふうにすればいいんだよ。18歳まで育てれるお金、1000万円をプレゼント。で、そのお金は、現金じゃなくて、チケット。ね、ミルク、おむつ。ミルクとかおむつとか、幼児の服とかに。それに変えれるおむつにすればいいんだよ。そしたらみんなね、安心して子供を産むの。で、子供が育てられないから施設に預けちゃうわけだからさ。そこだと思うよ。で、親の教育によって子供って本当変わるから。すべては。いや、西村の話なんかパクってないよね。財源？あれすればいいじゃん。あれを。お金じゃなくて、国債。
国籍、国債で合ってるよね。ねえ。それを大量にすればいいんだよ。施設？何言ってんの？いや、インフレなどでも起きてるんだって。インフレで言うけど、な？ゴミ問題についてはだって俺で解決できるよ、実は。ゴミだってさ、俺調べたの。こう見えても、この頭を使って調べたの、ゴミ問題。そうしたらね、宇宙にはスペースデブリっていうね、スペースデブリって知ってます？宇宙にゴミが散らばってんだって。だから、ね、そこで、宇宙にロケットにゴミ突っ込んで、それをポーンと飛ばして、で、スペースデブリとぶつけてさ、さらにそれをピューってさ、絶対に宇宙船にぶつかないところにぶっ飛ばせば解決じゃないの？スペースデブリ。調べてみて。で、それか、月よりを、月に送っちゃえばいいんだよ、そんなもん。どうせ月なんか誰も行かねえんだから。ねえ。アポロ13世だったっけ？最後に行った人って。ねえ。最後にさ、ガガーリンだったっけ？日本、世界で最後に、月に行ったとて、誰だっけ？ガガーリンじゃなくて、アポロ13世じゃなくて、誰だっけ？なんかそんな人がいたじゃん。まあちょっとごめんなさい。記憶がちょっと、いろんなごちゃ混ぜになってんだけど、記憶がごめんなさい。僕の記憶がいろんなところでごちゃ混ぜになってて申し訳ないけど、月なんてさ、50年行ってないんだよ、もう、確か。50年ぐらい。ね？バビル2世って、それアニメだよ。昔の、ね？バビル2世なんか知ってるやついるんだな。だからね、今、宇宙開発、宇宙に力入れた方がいい方がいいと思う。本当にね、これ俺の極論で言うわ。宇宙に行けばウイルスなくなるの。ね？みんなさ、地球にいるから当たり前だと思うけど、宇宙に行ったら、ね？コロナウイルス死んじゃうの、みんな。だったら、宇宙に住めばいいだけなんですよ。な？だから今、アメリカがさ、スペースシャトルかなんか作ってんだろ、今。んで、宇宙ステーション作ってさ、そこでさ、なんか住もうとしてんじゃん。もっとさ、未来に向けた税金の使い方しろよ。この国は未来に向けた税金の使い方をさ、考えるべきだと思いませんか？目先のさ、オリンピックなんて。なあ、俺昨日も話したけどさ、怒ってんだよ、正直言って。オリンピックに使われるお金って知ってます？皆さん。オリンピックにかかるお金って。400億円ですよ。ざっと計算して。400億円が僕らのね、税金から、ね、血税から使われてるんですよ。な？ 4 兆円？誰がやろうとしてんだよ、マジは。なあ。オリンピック誰がやろうとしてんだよ、マジで。さあ、本当に。サマランチ会長の次のやつが悪いんだろう、だから。で、いや、本当にオリンピック俺、昔はやってほしかったよ。日本で決まった時は喜んでたけど、この状況下の中でやろうとしてんだぜ。なあ。この状況下の中で平気な顔して、みんなが苦しんでるさなかに。で、よく考えて。メリットある人間と損する人間。よく見たらわかるよ。オリンピックやりたがってる人間。ね？なんでやりたがってるか。だから森はもう飛ばされた。森じゃない。今森じゃない。野田。最初は森だったけど、次野田。野田聖子が今ね、奇遇だよ、これ。名前の奇遇であるけど。森元会長が、ね、森喜朗っていうやつが、会長だったけど、なんか不規則な発言して、飛んでって、次の野田聖子っていうね、競輪選手がなったんだって。あ、橋本聖子だっけ？野田聖子じゃなかったっけ？忘れちゃった。まあ、どっちもいいじゃん。似てるようなもんだから。ね。そういったものをね、なんか実行しようとするこの国のありさまですよ。俺だったら、俺が総理大臣だからすぐ中止にするわ。
やりたいんだったら自由にやってくださいと。その代わり、ね、日本でやらないでって言うわ。日本ではなくて、他の国でやってくれと。権利売るわ。他にやりたい国ありますかって言ったら、はーいって絶対あげるからね。アフガニスタンとかさ、サハラ砂漠とかで。そこでやればいいじゃん。なんで日本でやるの？島国で。やればいいんだって、やりたいんだって、やりたい人だけがやってくれって勝手に。巻き込むな、俺まで。俺まで巻き込んでるから、こう、僕たちね、僕たちまで巻き込んでるからこうなってんだよ。ね？そうするとね、こういうバカがいるんですよ。こんなのが市議、こんなのが議員やってる。呆れるよね。市議会議員、区議会議員イコール、頭が良くて、ね、立派で、ね、純粋無垢なね、人間がやってると思い込んでるやつがいっぱいいるの、まだまだ。もうそれをぶっ壊さなきゃいけないと思ってる、俺は。そろそろ。よく考えて。受験をやったわけでもない。試験に合格したわけでもない。票で選ばれただけなんですよ、僕たちって。市議会議員なんて。それなのに、勝手に周りが偉い、すごい、先生、持ち上げるもんだから調子つくんだよ。市議会議員、区議会議員が勝手に。なあ。そんだけだよ。ただ単に。お前の家で聖火リレーやれよって書いたバカ。火事になるだろう。こんなとこ、こんなさ、日本の畳とさ、障子とかで。なあ。大惨事だわ。聖火リレーでも何の意味があるんだよね、マジで。思わん？聖火リレーってあんな危ない火なんか持っちゃってさ、トゥーズトゥーズーって言ってさ、走って。ねえ。わからん。聖火リレーも俺、本当はね、やめさせたいんだよ。ハイパーオリンピックのオープニングテーマですよ。俺、オリンピック本当は昔好きだったんで、昨日も。ね、特にカール・ルイス。ね。フローレンス・ジョイナー。この爪がビヨンって長くてさ、ね、ソバージュにしたさ、フローレンス・ジョイナー。死んじゃったんだよ、知ってる？フローレンス・ジョイナーって薬のやりすぎで死んじゃったんだよ。筋肉ムキムキだったじゃん、あれね。後々の研究で男性ホルモンを打ってたんだって。んで、だからあのムキムキになっちゃって、しまったんだけど、死んじゃったの。めちゃくちゃ早く死んじゃったよ。フローレンス・ジョイナー。え、知らないの？フローレンス・ジョイナーだよ。え、知らないんだ。え、嘘でしょ？フローレンス・ジョイナーを。え、当たり前、これね、学校の授業で出てくるよ。フローレンス・ジョイナーを。ねえ。この筋肉見て。フローレンス・ジョイナー。ね、フローレンス・ジョイナのこの筋肉見てよ。すごくない？これ。この筋肉。ねえ。めちゃめちゃ強かったんだぜ、ジョイナーって。ほんとね、すべての記録を塗り替えた、このムッキムキのさ、めっちゃ早かったもん。ジョイナーブームだったからね、一時期。ジョイナーブームだった、あの当時。そう。女子100メートルはこの記録、この人の記録で止まってんの。で、もう21世紀絶対抜かされない記録を叩き出したんだよ。本当に。めちゃめちゃすごい。未だに100メートル走では、フローレンス・ジョイナの記録は女子抜いてない。で、もう一人がカール・ルイス。ね、カール・ルイスっていうやつがいて、そいつもめちゃくちゃ速いから、黒人。で、次にベン・ジョンソン。ベン・ジョンソンは薬物で捕まってしまった。ドーピングでね、今流行りの。あの当時はステロイドセーフだったんだよ。やってもバレんかったけど。ね？黒人、めんどくせえ。黒人つってもゲーム配信者で名古屋のね、太田勝久さんじゃありませんからね。ここまで言わんとわからんか。な。黒人って言ってもここまで言わんとわからんわけじゃねえだろ、君たちも頭いいんだから。な。ここまで違いをなんで俺が言わなきゃいけないんだよ、いちいち説明してさ。
この20年何してたの？いや、日本は今ね、オリンピックで勝てない。勝てるって言ったら、水泳とか、日本が今勝てるって、水泳と柔道しかないじゃん。金メダル取る確率っていうのは。な？あとスキー、アルペンで。スキーのアルペンぐらいしか、ね、金メダル取れないからさ、やっぱりもう100メートルとかもう持久走は黒人た、もう筋肉、あ、卓球か、卓球と、あ、卓球体操ね。相撲はないじゃん、国技に。あと野球ぐらいか。リレー勝ったの、いや、金メダル、メダルを取るのは別にいいんだよ。あと、レスリングは、浜崎、じゃあ、アニマル浜口の妹。じゃあ、アニマル浜口の息子か。あ、女。浜口アニマルの、アニマル浜口の、何やってか、嫁さんじゃなくて、愛人じゃなくて、何やってけ。娘さんか。娘さんが、めちゃくちゃ強かった。ラリてない、ちょっと頭がおかしくなってるわけ。頭使いすぎると時々言葉がいっぱい思い出して、どの引き出しから言葉を引っ張っていいかわからなくなるから、これね、頭のいい人が良くなる症状なんだって。書いてあった。頭がいい人ってさ、どもったり、何言ってるかわからない時があるんだけど、それはね、頭の構造で、いろんなワードがピンピンって瞬時に26個ぐらい思い出しちゃって、その中からどれを引き出そうか頭の中が選ぶから、それで言葉がうまく出てこなくなるんだってさ。それ書いてあったよ、本当に。マジで。それ本当に書いてあった。頭が良すぎる人ってね、いろんな頭の中からね、分析して、その中の結果として、26個、30個ぐらいの答えが導き出されて、その中からどれを選ばおうか、脳みそが計算してる中で言葉として頭でピュって出るから、それで、出にくくなるんだってさ。どもって。今年のオリンピックは、まあ、見るみんな。みんな見ます？はっきり言って。俺は今ね、今この最中にやるっていうこと自体に反対だから、見ません。応援、あ、見たいのは野球だけ見たい。野球見たいな。野球とサッカーぐらいかな、見る。野球と日本のサッカーとレスリングと、テニスと水球とバレーボールぐらいかな。あと、棒高跳びぐらいかな、見たいのは。特に。あ、NHK でやるんだ。じゃあ見ないわ。NHK でやるなら俺ラジオで見るわ。ラジオ聞くわ。NHK が、え、ちょっと待って。NHK が今回全部権利買ったの？めちゃくちゃ金出してる、そうしたら。俺たちの受信料を使って、オリンピックを放映するなんてさ、誰も認めてないじゃん。俺たちのさ、大事な受信料を使って、オリンピックを放映するなんてさ、いや、これはありえないわ。ラジオは俺たち受信料払わないもん。お前払ってません。7万9千分ぐらい貯まってます。だって俺契約してないもん。なんで俺が払わないか知ってます？俺契約してないし、テレビ見て、NHK 見てないし、立花さんがおっしゃってた通り、NHK いらない系ってやつ俺つけてるからな、こうやって。ね。僕は立花さんからね、6万円でここにあるね、器具。NH いらねけっていうですね、器具を買ったの。ほんで、つけてんの。ここについてる、この器具。みんなも買った方がいいよ。NH いらねけっていうこの器具がついてる限り、ね、テレビ見れないもんだから受信料払わなくてええよって言ってさ、言われたから、初めて会ったその日に、ね、1個3万4千円だったかな。するものを俺は買ったよ。そんで取り付けてもらったよ。スタッフに。ハンダゴテまで持ってきて。ハンダゴテまで持ってきて付けてもらったから。いらね、いらね、HK ってやつ。調べてみて。それなのにアンチが勝手に俺の名前を使って、ね、久保田楽というありえない名前を使って、ネットから契約させられた。それもおかしいよな。ネットから契約できるんだよ、今。その人の本名とね、名前があれば、ネットから勝手に第三者が NHK と契約結ばれて、本人がいないにもかかわらず、契約したってことに認められるんだよ。めちゃくちゃじゃない？俺、それを NHK に言ったの。そうしたら、こんなことがあったら普通言いますよね、とか言ってくるわけ。
でも分かるわけないじゃん。常日頃ヤフーメール見てるわけじゃないんだからさ。便利でも何でもないよ。迷惑だよ。迷惑千万だよ、こんなの。お前負けは負け負け、負けません。負けませんよ、僕は。あと14分したら寝るわ。あと14分経ったら寝ます。契約切れば、いや、切れないよ、俺。だって、いや、契約してないんだもん。だから無視してるじゃん、そのまま。つか、契約してたんならわかるよ。契約すらしてないんだもん。だから、そもそもは見ていないんだから。NHK なんていう番組を。映画見たい。何見たい？暗黒映画。いや、暗黒映画はもう飽きたでしょ、正直言って。暗黒映画飽きたでしょ、そろそろ。ねえ。暗黒映画なんて。それか横山みどりがライブ。ね。今夜のベストヒット曲でもやります？久々に。あ、でもあれやるとね、配信消されちゃうからな。週末みどりやん。あ、今日土曜日なんだ。みどりやんだ。でもやったばっかだからな。まだ1週間しか経って、せめて2週間伸ばしたいね。せめてみどりやん2週間伸ばしたいんだけど。じゃないとさ、さすがにね、溜まっちゃうから。いや、アンケートしたいじゃん。緑やん。2週間でいいじゃん。またちゃんとちょっと、まあ、夜も遅い。時間も遅いしさ。だってもう2時半だよ。またやるよ、今度。まあ、来週やろ。来週の金曜日かそこらやるわ。あ、替え歌コンテスト。あ、それいいね。それやろっか、また今度ね。いや、じゃあちょっとまだ早いからさ、まだ時期が早いから。先週、中途半端に終わったというか、俺が、まあまあ、これ話したけど、ちょっとゴリッゴリの入れ墨した人が来ちゃったから。じゃあ今から来て来いよって言ってね、威勢よく言ったら、ね、そんで、ピンポンってなるから、ね、あ、来たかって、おい、来たかよ、みんな来たぞって言ってね、カメラ持って出てたら、俺のトゥクトゥクにね、座席にね、腕組んで、ゴリッゴリのね、モンモン入った方が座っていらっしゃって、ビビっちゃった。さすがのミスさんもね、震え上がったね。あれ、ロハコさんみたいな顔って言ったじゃないですかって言おうとしたけど、ポンちゃんみたいな、本人がポンちゃんみたいな顔って言ってたけど、全然違ってて、すぐに牛丼屋さんに行って、ちょっとこの後用事がありますから、つって言って、ね、行っちゃいました。いや、知らありません。今から行くってやめてください。映画でやってないじゃん、ね、もう。だって映画館すらやってないしさ、僕らの娯楽が今ないの。コロナのせいで。コロナウイルスのせいで僕らの、さっきから連投して、アッキーナシャマクティブログ囲いもなくなってて連動しないで。いいだろ、別に。ね。娯楽がなくなったんですよ。いいだろ、もうそんなのさ、もう。ねえ。そんなこと言ったらスペシャルエマさんだって今、全く人いないじゃん。ニコニコ生放送全体が、ね、ユノンさんもそうだけど、減ってるの。ねえ。女配信者の宿命みたいなもんなんだから、それは。もう。その場がバーって盛り上がるけど、ね、少しでもスキャンダルがあるとすぐ下がるんだよ。村まこさんは増えた？まあ、増えたでしょ？多分。まあ、でも僕はね、どん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 配信者増えた方がいいと思いますよ。どんどん新人配信者とか、ニコ生やりたいという配信者が増えるっていうのは、ね、いいこと。他のサイトでやるよりも、いいと思います。小池桃さん？ああ、大仏の彼女ね。
大仏のねちっこいさ、ねとねとした喋り方が僕は気持ち悪くて受け付けないんで、生理的に無理なんで、ちょっとあんまり見てません。ごめんなさい。なんかしつこい苦にしそうな声してるから、ちょっと見てません。ごめんなさい。あいつ昔48時間ウォーキングで歩いてくれたんだけどね、大仏くん、大仏さん。覆面なんか大きいさ、本当に大仏の被り物してね、やってくれたんだけどね。ディスランディスラン、俺別に全然大仏くんは未だにね、ありがたいなと思ってるよ。ポケモン、俺ゲームはできないんだよな。あ、俺ゲーム売ろうかなと思ってるぐらいなんだよ。ゲーム。ゲーム売ろうかなと思って、だってゲームもう半年以上ログインしないよ。もうずっとやってないからさ、ゲーム、プレステ4だって全くやらないし、埃かぶってるじゃん。なんか面白いゲームやってんの？俺もう携帯アプリゲームだけで十分だわ。あ、先発にあげればよかったかな。そうだな、それでもいいか。今度も渡すわ。やらねえし。バイオ8？ああ、やだよ。俺、バイオのさ、シーンは好きだよ。食卓でみんなが汚ねえ食卓でさ、なんか腐った、なんか人間の死体食ってる食卓に囲まれて。あっちのバイオが一番面白かった。バイオシリーズであれが一番リアリティあって面白かったわ。グロいの？いや、俺変態じゃないよ。なんか、時々でも時々見たくなるときない？拷問。ね。一番俺が見た中で嫌な、一番嫌な拷問って知ってます？拷問シリーズの動画で一番嫌だったのは、あ、これきついなと思ったのが、プラスチックね。腕ゼリーもそうだよ。腕ゼリーっていうのはちなみに、引き伸ばして、バンバンバンって棒でぶったたいてぐにゃぐにゃやつをブルブルブルって振るのが腕ゼリーっていう拷問。で、もう一つ絶対辛いっていうのが、プラスチックを溶かしてポタポタ垂らすっていう拷問。あれが一番辛いからね。だって、火だったらすぐに消えるけど、プラスチックって張り付くじゃん。それをずっと永久にポタポタね、垂らしてんの。めちゃめちゃきつそうだったね。あれだけはやられたくない。あと、タイヤネックレスね。タイヤネックレスっていうのは、アフリカとかで、なんか、泥棒した黒人とか、もうこの説明もいちいちしないからな。で、泥棒した黒人とかをタイヤにをかぶせて、そこに火をつけるとね、で、も生きたまま燃やすんだよ。それタイヤネックレス。タイヤネックレスのひどい、痛いところは、タイヤが溶けてもさ、溶けて体に張り付いて、めちゃめちゃ苦しそうだったな、あれは。やだやだ、絶対やだ。だから日本とかさ、死刑なんて一番なんかもう人事的でさ、首吊りでしょ？でも俺ね、中国が一番優しいと思う。中国は注射。中国はなんか自然にね、コクッとね、痛くもない注射を打って、眠くなってそのまま死ぬっていう死刑のやり方。で、昔はギロチン。ヨーロッパ時代はね、ギロチンつって言って、ここに首を置いて、上から大根おろすのにスパーンって切って、それで終わり。ギロチン。いやいやいや、中国あるよ。選べるんだよ。中国は、銃殺もそうだけど、注射も選べるよ。確か。注射。安楽死の注射。そう、銃殺とかじゃない。選べるはずだった。いやいや、見てよ。死刑だよ。確かそうだったよ。注射でなんかその、薬物注射あるよ。で、あ、良識よく知ってんの、あなた。あなた拷問マニア、もしかして。あなた昔の拷問マニアでしょ。領地刑っていうのは、こうやって縛られたまんま人間の肉をこうやってね、刀で切ってってそれを売ってたんだって。領地刑。死ぬまでそれやるらしいよ。領地刑。領地、それ伊藤領地だよ。ビッグニートの本名だよ、それ。ねえ。尿道、ね、女王様に尿道プレイをね、暴露されたビッグニートくんですよ、それは。ねえ。何がチクラにチートってら、今やつだ。くだらねえこと言いやがってよ。なあ、ふざけんなよ、クソデブ。マジで。
だってタイムシフト、たまたまタイムシフト消しますとか言ってさ、やってたからさ、なんだろうってチクラ1位だったから見たらさ、しょうもない。いや、俺絶対これ言わないとね。でも言わないと、絶対後からこれバレるよね。とか言ってさ、泣きながら演技しちゃって、ホテルの一室で。ね。ところが、ただの尿道プレイを女王様に暴露されたというね。本当にしょうもないオチだったわ。病んでるね。風俗行って。いや、絶対尿道なんかにいられたくない。確かにね、尿道だけは絶対嫌だな。弱点だからね。だって、知ってます？お酒飲みすぎてぶっ倒れたりしてどうするかというと、尿道にカテーテルっていう、ホースを入れて、そっからお酒抜くんだよ。地獄だよ、そんなの。絶対やりたくないもん。で、俺、これもう一個ね、ベアグリルスのサバイバルというので見たけど、本当に飲むものがなくなって、周りも汚い腐った水だらけの時ってね、どうするか、どうやって生き延びたかっていうと、ケツの穴に、ね、ホースを突っ込んで、で、腐った水を入れるんだって。それで水分を得るんだって。そんな方法があるんだなと思って。直接飲むとお腹壊すけど、お尻からのね、吸収だったらセーフなんだって。いや、そうだよ、本当にそうだよ。やってたもん。だって、ベアグリルスが。ベアグリルスがやってたもんね。やらん。死んじゃうから。でも、将来、絶対将来日本は枯渇、世界は枯渇するから。食料不足に陥って世界は枯渇、ね、食べるものなくなって枯渇するのはもう見えてるんだよ。残り500年後に。すべての食料がなくなってしまって、小麦粉とか、すべてのね、ものがなくなって、石油とかも全部止まっちゃった時に、食べるものがなくなっちゃうんだよ。バッタの中身見たら死にません。もう寝る、今日は。今日はもうこんぐらいにしとこう。だって、もう特に、もう終わりでしょ。母の日とか言って何もないし。な。あとは、なんかもう、ログね、もう、何もやってねえし、配信も。だってないじゃん、もう。あとなんかある？映画垂れ流すよ、じゃあ。あと俺の映画垂れ流すしかないよ、もうネタは。ねえ。俺の映画を垂れ流すっていうことぐらいしかないんだけど、残りは。やることっつったら。それでいいんだったらもうそうするけど。見回りしたってないもんだって、本当に。外出たんだけど怒られるんだからさ。映画嫌でしょ？緑やん？いや、時間き、緑やん。だ、悩み相談ないでしょ？だって、こんなの、緑相談に。映画わかんない。緑やんか。いや、別の日にしようぜ、緑やん。ちょっと遅すぎるもん、時間帯が。深夜3時だなんて嫌だもん。寝てるから、普通の人は。いや、相談ないでしょ、だって。あ、じゃあもうどうしようもん。じゃあ携帯、ちょっと、携帯俺どこへ取ったんだよね、サブ携帯。あ、これか。でもリスナーの話も聞いてあげるっていうのも大事だから。いや、緑屋じゃなくて俺でいい？緑庵さんが今日ちょっと、食中毒になったから、俺でいい？横山緑が悩み相談聞くっていう企画に変えていいんだったらいいよ。ダメ？いいだろ、似たような人間。なんでだ、なんでダメなの？いいじゃん、別に。どっちだって。そんなくだらねえことで。お前は訳す不足。じゃあ、いいでしょ、そんな細かいこと。ねえ。いや、いねえもん、あいつどこ行ったんだ？あれ？
あれ、あいつだってどっか行っちゃったんだよ、もう。あいつどっか消えたからもうないわ、どこだっていいんだ、そんな設定。ないよ、もうどっか行っちゃったわ、あんなの。いきなり出てこいって言ったって、出るわけないんだ。あ、いたいたいた。よいしょ。よいしょ。はーい。お待たせ。緑谷助川だよ。じゃあ電話かけてきて。電話かけてきて、早く。もしもし？あ、もしもし。名前は？あ、渡辺でお願いします。渡辺？はい。渡辺さんの好きな配信者と嫌いな配信者何？好きな配信者は、そうですね、ぴょこちゃん。ぴょこたん？はい。どういったところが好きなの？まあ、なかなか面白いから。なかなかね、顔が面白いところね。で、嫌いなやつ誰？嫌いな人は、久保田学ですね。久保田学という人間の嫌いなところってどこ？まあ、嘘つきだし、つまんないし、まあでも基本的にはもう、つまんないのがメインですかね。はい。え、なんすか？じゃあ、相談事言って。相談事は、私今、大学4年なんですけど、うん、留年してて、今7年なんですよね。うん、で、学校行ってなくて、うん、で、就職活動今してるんですけど、うん、全然もう受からないというか、全然行かなくて、なんていうんですか、選考が進まなくても、書類とかでも落とされるし、うん、面接やっても、もうなかなか、もう落とされるから、うん、から留年してる時点でもうダメなのかなと思って、うん、どうしたらいいですか？もう多分就職できなそうなんですよね。うん、才能はないんだと思う。いや、才能はあるですよね。ない。それね、はい、キテレツ大百科という弁蔵さんと一緒。一生弁蔵さんだよ、あんた。いや、才能はあると思ってんですけど。ない。なんでないんですか？だって、7年も経って就職できないなんていうのは、就職する才能がないの。いや、学校行ってなかったんですよ。うん、で、やばいなと思って、ちょっと行き始めたんですけど。じゃあ、君の才能って何？才能は、コミュニケーション能力ですね。ないよ。ないですか？ない。あるように思えてない。ないですかね。ないね。終わり。解決。もしもし？もしもし。名前は？じゃあどうしようかな。名前いいですかね、じゃあ。学級王山崎。はい、じゃあ山崎の好きな人と嫌いな配信者は？好きな配信者はのりさん。のりさんって言うと、コロった人？あ、そうです、そうです。コロデブです。あ、コロデブね。じゃあ、コロデブのどういったのが好きなの？理由は、うん、ニコ生のあの、黒マスクと違って、行動力があって、企画がすべて完璧で面白いから。なるほどね。で、嫌いな人誰？村真子です。なんで嫌いなの？配信中とかでよくなんか寝転がって下から顔映してないですか。出す出す。うん。あれが、なんか僕の親戚の糖尿病のおばちゃんに似てるところです。ああ。その、下からこんな、このアングルで鼻の下から映す映像にはまってるっていうのを。ああ、そうなんだ。うん。で、あと、顔が、学校のクラスのボスザルみたいだから。あ、顔が学校のクラスに一人はいそうなボスザルみたいな顔してるあたりがちょっと苦手ってことね。そうですね。なるほどね。分かった。じゃあ、相談の何？今、僕38歳で。38。うん。スーパーの、副店長をやってるんですよ。はい。で、今、この前ですけど、4年ぐらいいた大学生のバイトの子が辞めるので、うん、送別会やったんですよ。うん。で、その時に、高校2年、
高校生のあの、ちょっとギャルっぽいバイトの子がいるんですけど。何歳の？高校生なんて今17とか。はい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 。で、その子に、あの、副店長って案外顔悪くないですねって言われたんですよね。うんうんうん。で、その日からちょっとその子のこと意識してしまって、うん、あの、次、ちょっとシフト被ってた日があったんで、うん、あの、事務所に呼び出して、はい、バイトに、その、高校2年生の子に告白したんですよ。うん、そしたら、まあ、振られちゃって、うん、で、あの、まあ、その子にちょっと体目的って思われたら嫌なんで、あの、誤解解こうと思って、こう、うん、あ、待ってって引き止めたんですけど、うん、なんか、逃げるように帰られて、うん、で、それだけじゃちょっとあれなんで、あの他のバイトの高校生の子に、あのその子の LINE 聞いたんですよね。うん、で、まあ毎日その、あちょっともう会って話がしたいからっていう感じで、まあ送っていたんですよ。うん、で、まあ、でもまあ辞めるっていうことで、店長にその、まあ辞めるっていうことを紙で渡してて、その子が、うん、まあ理由の欄に副店長からちょっと、まあ、交際を迫られたみたいな。うん、そうだね、うん。これがちょっと本社とかにバレたらやばいんですけど、まあ、店長が今ちょっと僕のことをまあ、気遣って店長のところで今保管してるんですよ、その紙を。うん。ちょっとバレたらやばいなと思って。うん。でもさ、好きになっちゃったんでしょ？ 17 歳の女、子ギャルみたいな子が。あ、そうですね。僕、副店長ちょっと顔はかっこいいって言われてて。うん。で、その子に、どうせ、イージーマイアイみたいな顔してたんでしょ？あ、そうですね。で、あの、僕が、あの、昔、ニコニコ生放送に、あの、川崎洋平って言ったの覚えてます？あ、いてる人、あの、数字の取れない川崎洋平ね。うん。あの、オウムみたいな顔してる。そう、オウム真理教のなんか、信者みたいな顔してるやつね。うん。あ、いや、鳥の方のオウムなんですけど。あ、ごめんなさい。鳥の方のオウムね。ごめんなさい。オウム顔なんですけど。はい、うんうん、じゃあ、伝えずに似てるんですよね、僕が。うん。で、ちょっと、高校生の子に告白したら、振られちゃって。ああ、そうね。うん。どうしたらいいんですかね、これから。あなた悪くないじゃん。だって告白しちゃうだけでしょ。でも、ちょっと38歳で気持ち悪いみたいな感じで言われて。いや、年の差関係ねえじゃん。クイズ年の差なんてと一緒で、年の差関係、そんなことじゃない。高橋ジョージだって加藤茶だって犯罪者じゃん。違う？あ、そうです、そうです。ねえ。足立由美だってそうじゃん。ねえ。そうなるわけ。年なんて関係ねえから。好きになったものは好き。唯我は犯罪。ああいう、なんでもない。ね。それはそうだけど、ね。考えたっていいじゃん。だって、17歳の子にちょっとかっこいいと思って浮かれちゃったわけでしょ、あなたが。あ、そうです。あの、送別会の時に、副店長、あんまりかっこいいですよ、みたいに言われて。言われたことないことを言われて舞い上がっちゃって、ちょっと、ね、天狗になっちゃっただけなんだよ、彼は。ね。そうしたら、ね。段階も踏まず、告白なんかしちゃったんだろ、前、17歳の女の子に。そうです、ちょっと高校生に38歳のスーパーの副店長の告白しちゃったんですよね、僕が。ね？お前が悪いよ。はい、普通に考えて、気持ち悪いじゃん。高校生ってやっぱりその、流行りの漫画とか読んでるじゃないですか。うん。僕ってやっぱりその、学級王山崎とか、頑張れ松井くんとか、うん、グランドアムサシとかで止まってるんですよ。いや、俺の時代でカットバス清原くんだけど、お前の時代は、頑張れ桑田くんなんだ。いや、頑張れ松井くんです、ね。松井くんね。うん。はい。爆走兄弟レッツ&ゴーとか。爆走兄弟って誰？あ、ミニ四駆です。あ、ミニ四駆なんだ。うん。はい。ランマ二分の一とか。うん。え、ダッシュ四クロの世代じゃないの？違いますね。爆走兄弟レッツ&ゴーですね。おその辺でちょっと待ってるようなおじさんが、ちょっと高校生いいなと思っちゃって、っていう感じなんですよね。でもさ、はっきり言って、そんなクビになるわけねえじゃん。だって告白しただけじゃん。いや、違う、なります、これ。なんで？あの、副店長から言われました。え？あ、じゃあ店長から言われました。僕副店長なんですけど、店長から、もう、これ、総務とか、本社の人にバレたら、もう、まずいよ。え、なんで、ちょっと待って、はーい、論破します。え、ごめんなさい、ここで俺ちょっと疑問が出ました。なんで好きになった人に好きだよって告白しただけでクビになるの？おかしくない？いや、あのね、未成年だからっていうのが、やっぱ一番大きいらしくて。じゃあ、これこれとかはどうすんの？ね、じゃあ、新野町とかなんで捕まってないの？新野町だって、
未成年とさ、エッチしたのに、恋愛だったからって言ったことで許されたんだよ。うん。なんかその社内規定というか、って決まってて、すごくちょっと今、どうしようかなって、すごい切迫。本当なんだ、それ。うわぁ、厳しいね、それ。僕、25から就職したので、大学卒業。ちょっと10年以上積み上げてきて、やっと副店長になって、積み上げてきたものを一気に壊すじゃん、こんなことで。僕一言、その、ちょっとお付き合いしたいですってことを、裏に呼び出して言ったその一言で、僕の人生棒に振って。かわいそすぎる。ちょっとリスナーさんどうしたらいい、これ、マジで。ただの、この人は、別に、体目的じゃなかったわけでしょ？そう、ちょっと彼女とかできたことなくて、ちょっとかっこいいって言われたので、意識し始めちゃった。それだけで、その一言でクビになるっていうのが。ちょっと、下せないね。かわいそう。あ、どうしたらいいのか。もう一回告白してこいだって。女の子にですか？そう。いや、もうその、もうバイト先に来なくても、辞表みたいなのを店長に提出してるんです。どうしたらいいのか。ちょっとごめんなさい。リスナーさんこれさ、彼、悪くないと俺思ってるの、全く。だって、好きな。緑さんしか頼れないんですよ。そうだよな。で、次の就職先決まった？いや、もうまだ僕一応スーパーの副店長なんですけど、もう38で、今コロナ禍でどこにも就職できないんですよ。うわぁ。どうこれ、ちょっとノリさんに DM で相談したんですけど、もうガン無視決め込まれて。で、ノリさんには DM で相談したら、ガン無視を決め込まれて、ダメだったんだ。今までちょっと、ノリさんの企画の手伝いとかはしてて、ちょっと返事くれてたんですけど、もうこれに関してはもうガン無視決め込まれてて。まあ、ノリさんそういうところあるからね、結構。冷たいから、そういうところですごいシビアなんだよ。ニコ生時代はなんか結構メンタル強かったのに、ノリさん、ツイッターに来て、囲いできて、メンタル弱くなったじゃないですか。そう、今パンダからも連絡で、最近のノリちゃんどうしたの？みんな、周りに、ね、イエスマンしか置いてないんだけどって、俺にクレームが来たからな、パンダから。なんか。これ、誰も助けてくれなくて。年収とかももう一気にゼロになっちゃうじゃないですか。ね、そうだよね。だってスーパーの副店長だからね。万回稼げてて、っていう状況ですね。いやじゃあさ、向こう17歳って知らんかったって言ったら？そうしたら。面接、ああ、なるほど。だって、そういう感じでやっぱり。そう。こちらはあくまで悪くなくて、向こうは18歳だと思ったけど、向こうが不愉快に感じてしまったら自分の責任だけど、っていう言い方、はい、言い方一つ。うん。ちょっと、そうですね。その辺って、知らなかった作戦に行った。そう、知らなかった作戦と、自分は悪いと思ってなかったことと、向こうが謝罪をどうしてもしたかったけど、連絡取れなかったという事情。ああ、なるほど。そういう感じでやっぱ行ったわけですよ、ね。謝罪したかったけど、連絡取れなくなってしまって、自分としてもどうしていいか分かんなかったけど、っていうことを、とにかく、言うことで、はい、そう簡単にクビにならないから。もしクビにしようじゃ、労働組合に訴えて、なんで俺がこんなにならなきゃいけないと言って。だって、そう簡単に解雇なんかされないからね。ああ、そのやっぱ、その会社によってルールとかあると思って、僕のところはやっぱその、バイトの子とかに、特に未成年に関してはもう厳しく、あ、そうなんだ。未成年に対して厳しいんだな、今の世の中って。そうなんですね。知らんかったわ。わかりました。とにかく自分が悪いということを言わん方がいいよ。知らなかった知らなかったという。だって本当に知らなかったわけでしょ。だって、あなたが告白して、クビになるって分かってたらやらんかったじゃん。いや、その、17歳ってのは知ってたんですよ。それだけです。でも、好きになっちゃったって、じゃあ、もしクビになられてたら、こういいな。じゃあ好きになっちゃった気持ちはどうやって取り返したらいいんですかって言えばいいじゃん。はい。相手に。好きになることの何がいけないんですかって。好きになっちゃったんだから告白しただけですよ。私、彼女がいなかったから、ね。好きだったから告白しただけ。何か犯罪があるんですかって言って聞けばいいの。逆に。怒っていいんだよ、そんなの。なるほど。うん。じゃあもう、盛り損するような勢いで。勢いで。詰めかかっていい。掴みかかっていいみたいな。本当に。なるほどですね。うん。頑張って、夢に向かって。失礼します。はい。みんなもね、負けんなよ。勇気があるところを見せろ。ね、当たって砕けろだよ。いや、掴みかかっていいよ。なんでそんなクビになるの？本当に。逆に知りたいわ。もしもし？あ、
もしもし。名前は？久川くんです。久川くんの、うん。あ、はい。久川くんの、はい、好きな人と嫌いな人は？好きな配信者が佐田さんで、うなちゃんもね。嫌いな、はい。佐田さんです、ね。佐田さんね。うん。はい、佐田さんで、嫌いな配信者はゆいがさんです。佐田さんの好きなところどこ？佐田さんを見てると安心します。ああ、スターウォーズの、あの、CPO3 にそっくりというあたりね。うん。で、はい、金色のロボットの。で、嫌いなやつ、はい、誰？嫌いな配信者はゆいがさんです。ゆいがの嫌いなところは？三連単クラブの後に、よっさんに殴りかかったからです。ああ、三連単クラブでおとなしいよっさんに足蹴りした後に、何度も何度も殴りかかったところね。はい。うん、はい、あの、放送バンされたわ。うん。ね。で、相談事をお願いします。はい、あの、明日、あの、佐田さんの、はい、佐田さんのオフ会に参加するんですけど、おう、その際のちょっと服装についてまだ悩んでて、うん。どういう服装で参加すればいいんですかね。ごめんね。久川くん、はい。このコロナ禍の時代、時期に、オフ会に参加するっていうこと自体が、はい。そもそも間違ってると俺は思うよ。いや、でも、佐田さんが、オフ会を開くっていう話になったので、うん、ぜひ、明日時間があるので参加しようと思っていて。ごめんね、久川くん。おそらくね、佐田さんの本来の目的を考えたらすぐわかるけど、佐田さんがなんでオフ会開くかわかる？リスナーとの交流ですかね。違う。女を見て、レディーハンターだから。ハンティング。そうなんですか？そうだよ。ハンティング、ブラキ先輩がいなくなったから次の、ね、佐田さんにぴったりな女性を見つけるための場なの。ネクストがあるってことですか。その通り。男はね、結局ね、はい、割り勘作戦。増えれば増えるほどね、5人来ればね、1枚が 5に割れる。男は割り勘。はいはい。で、女性が、いい女性が来たら、うん、いや、君細くていいね、とか言いながら近づいて、ね、はい、左でね、別本を見ながら右目で女のね、いろんなところをね、探ってるの。いや、でも、佐田さん、そんな風に、そんな方には思えませんけどね。じゃあ、なんで、このコロナのさ、ね、みんなが緊急事態宣言でさ、危ないって言ってるさなかに、ね、あえてオフ会やる理由がどこにあんの？ないよね、絶対に。まあ、やっぱりその、最低限のこの感染防止対策を講じて、このリスナーとの交流を図るっていう目的だもん。交流じゃないんだよ。交尾がしたいんだよ、佐田さんは。交流じゃなくて交尾ですか？その通り。うん。あー、なるへそ。うん。だから、結局ね、はい、君は、例えば君が顔が良ければ佐田さん絶対近くに置かないから。あ。イケメンが来ると佐田さんはね、途端に不機嫌になるから、不細工だったらね、自分の株を上げるためにやるけど、はい、そういうやつだ。はいはいはい。うん。だってそんだったらさ、ね、うん。やる理由がないもん。危なっかしいよ。それで、あなたがもしコロナに感染したら、あなたどうするの？先にそれ考えな。家族、兄弟、みんなに迷惑かける。あなた2週間隔離されるんだよ。知らないでしょ？はい。2週間隔離されて、どっこにも全てが止まるんだよ。ねえ。はい。そんなリスク考えたら、行かないのが正解なんだよ、一番の。あ、明日のオフ会ですか？そう、ネットで見りゃいいじゃん。どうせ配信するんだから。ネットで見りゃいいの？いや、なんか、佐野さんによると、配信禁止らしいんですけど。あ、もうその時点でピーンと私来ました。ピーンと来たね。配信禁止イコール、完全に口説きにかかってる。はい、そうだったんですか、ね、当たり前じゃん。だってなんで配信しない？配信者のくせに配信せんかったら、意味ないじゃん。ただののっぽじゃん。マッチ棒じゃん、ただの。ただのハッピーターン野郎だよ、そんなもん。うん。ハッピーターン野郎。ただのハッピーターンが、新しいね、はい、ね、はい、女を見つけるための、なんだろう、ね、蜜蜂がさ、はい、よく春になるとさ、ブーンって飛んでって、で、新しいものを見つけるじゃん。はいはい、うん。
それ、はい、見つけます。はい。そう、メシベを見つけるためのあれだから、俺は行こうとは言えない。はい、はっきり言って行けとは言いたくない。うん。ああ。やめちまえ行くの。うん、いやー、あー、ちょっと、わかりました。ちょっと検討。検討しろよ。よーく検討しろ、親に相談して。はい、じゃあな。いや、行かないでしょ、この時期に。みんな行く？だってこの時期に例えばさ、配信者がさ、オフ会しますって言って集めるじゃん。で、集団クラスターに起きた場合、責任誰が取るの？おそらくサダ取れないと思うよ。クラスターが起きたら。もしもし？もしもし。名前は？もしもし。はい、名前。ハブです。ハブさん？はい、ハブって言います。好きな配信者、嫌いな人がいる？好きな配信者は、向こうと横山みどり。あ、モコーさんが好きだね。ババユタカね。はい。ね、なんか、あの、あと横山みどりも好きです、ね。あ、横山みどりも好きなんだ。そう、はい、モコーってなんか最近さ、動画でさ、はい、なんか、はい、ね、社会歴 2年のとか、マナーの先生に言って、こっぴどく怒られた時に、はい、全然怒られてねえじゃねえかもね、やらせ動画作りやがって。あ、ちょっと、嫌いな配信者言ってもいいですか？誰？うん、石川のりゆきです。なんで嫌いなの？なんか、僕いつも渋谷で居酒屋のキャッチやってるんですよ。うん、うん、うん。で、それでなんか、僕、もともと、のりゆきさんのことは好きで、うん、で、まぁ、ちょっと、キャッチやりながら、もう石川さん見たら、すごい冷たい目で見られて、うん。なんか、すごいショック受けましたね。のりさん、そういうところは、ね、シビアだからね、なんか。すごいショックでした。ショックでしょ。前、配信もかけながら見てたんですけど、うん。なんか、今自分のしてる仕事っていうのは、なんか、あれなのかなと思い。あ、キャッチに対して冷たい目線浴びせたんだ。はい。職業差別は良くないからね。うん。いや、僕も頑張ってお金稼いでるんですよ。頑張って、そうだ、生きるために必死なんだからさ。ね、いいんだよ。ね、はい、じゃあ相談事をお願いします、相談なんですけど。はい。最近、加藤純一さんの放送がですね、つまらなくて。え？加藤純一さんの放送がつまらない？うん。はい、前までは僕、本当1年前とかは、エモンとして、まあ、見てたんですけども、うん、最近なんか、動画っていうか放送を最初から最後まで見ず、切り抜きばっか見ちゃうことが多いんですよね。なんでですかね。それはね、多分、毎日ビフテキを食べていたら飽きるんだよ。それとも何回加藤純一が変わったのか、あなたが変わったのか、どっちかしかないんだよ。横山みどりさん的に加藤純一さんは変わったと思いますか？俺変わらないと思うけどね。何が変わったの逆に。全くわかんないんだよね。うん。だって、同じものずっとさ、聞いてたら、さ、俺飽きるよ。はい。ね、毎日毎日長時間やってたらさ。ね、だって、ニコニコ生放送だってさ、いざよいだとか言うのだってさ、もう、毎日やりすぎちゃって、逆に価値がどんどん落ちるわけ。で、それ以上、ぷって出るわけがないとね、それ以上、みんな、ああ、また同じことね、またこれね、ってなって、やっぱ飽きちゃうわけ、ね。それは配信者の宿命。あるわけ。ああ、うん。そう、見慣れちゃうのがあるの。ということは、やっぱいろんな配信者を見て、そう。っていうことですかね。その通り。毎日、とんかつ定食だったら飽きると一緒。な。笑った。さよなら。このね、悩み相談を笑った瞬間に、ね、悩みは解決したと思って切ります。よろしくお願いします。ね、じゃ電話、もういいでしょ。電話番号、こちらまでください。もしもし？あ、もしもし。名前は？じゃ森でお願いします。森？はい。森くんの好きな人と嫌いな人は？好きな配信者は、ブリオちゃんですね。あ、ブリオちゃんっていう女配信者ね。はい。はい。嫌いな奴は？嫌いなのは、勇者トロとヤルミですね。その勇者トロとヤルミの嫌いなところは何でしょうか？いや、昔の勇者トロとか、普通にギャンブル配信で好きだったんですけど、うん、なんか配信中にキスとかしだして、あ、気持ち悪いんで、見なくなりましたね。なんかね、告白する台本の名のもとに、配信中に、って言って、ヤルミとキスして、ね、おまけに今日は釣り放送ですか？釣り堀行って、釣れない魚を取りながら、ね、ね、今頃ベッドでまぐわってるよ、きっと。うん。はい。で、今勇者じゃなくて、ただのスカトロ野郎っていうことね、じゃあ。
はい。うん、勇者と、勇者トロじゃなくて、ただのスカトロ男優ということね。分かった分かった。じゃあ相談ごとよろしくお願い申し上げます。はい、じゃ今大学3年なんですけど、はい。ちょっとギャンブルがやめられなくて。勇者トロと一緒じゃん。うん、はい。まあ、バイト代とか、うん、ほぼ全部つぎ込んでるんですよ。ああ、はいはいはい。だから、ちょっともう、去年とか、多分50万ぐらいも負けてるんですよ。うん。だから、今年も、ちょっとやばくて、か親からももう、やめろみたいに言われてるんですけど、うん、やめられなくて、どうしたらいいかなって。ちなみに、やめられないのは、はい、あの、ギャンブルで言うと何やってるの？パチンコパチでしょ？と、パチンコと競馬ですね。パチンコはどんな台打ってんの？最近は、あの、大工の源さんですかね。あ、源さん、そんな、継続率高いもんな、88% で。いや、当たれば、マジ脳汁出るんで、打ちまくってますね。前もそんなやついなかった、脳汁出るますって言ってるやつ。うん。そんなハマるパチンコって。いや、めっちゃ面白いんですよ、マジで。いや、おかしいよ。いや、考えて、だってあれって318分の1、今、大源って。あ、そうですね。318分の1の玉をさ、一回一回、4円を使って、どんどんやってるゲームだよ。割合悪くすぎるでしょ。ねえ。いや、あれがたまになんか、100回丁寧に当たったりするじゃないですか。うん、いや、知らないけど。したらもう、やばいっすよ。昔のパチンコは面白かったけどさ、バカボンとかさ、今のパチンコってクソつまらねえんだよね。演出だけは派手なくせに。保留玉とか言ってわけわからんしさ。ねえ、だから俺は、まあ、でも。それがいいんじゃないですか。まあいや。それは君の考えだからいいんだけど、とにかく、競馬でしょ、はい、どうせ明日もお前買うんでしょ ?NHK マイルチャンピオンカップ。まあもう当たり前じゃないですか。いくら買うの？大体、ワンレース。まあ5万ぐらい買って、まあちょっと帰ってくればいいかなって思ってます。5万だよ。あなた、ちなみに、バイト代いくら給料。月収でまあ、7、8万ですかね。じゃあ8割以上つぎ込んでんじゃん。足りない分は、親から借金するんで大丈夫ですよ。親は金持ちなの？まあ、一応遺産がありますね。親から総額いくら借金背負った今まで？今、一応借りた額だけで100万合計借りてますね。100万もよく親出すよな。大丈夫、後で返すって土下座して借りてるんですよ。土下座してまで借りて、で、ギャンブルにつぎ込んでるんでしょ？はい、そうですね。まあ、いや、これはね、もうギャンブルって結局やればやるだけ損するって、あなた分かってるくせに分かろうとしないから病気なんだよ。いや、いつか絶対競馬とか帰ってくるじゃないですか。で、思ってるじゃん。でも、トータル的に見て、そんなことないから。そうなんですか。うん。だって俺が、もう、俺、あんまりギャンブルって遊びの程度でやるけど、本気でやらないのは、大元がいて、大元が勝つように作られてんだよ。よっぽどじゃない限り。あうん、だから、そう、森尾周期っていう配信者がいるのね、俺の知り合いに。トータル300万ぐらい負けてるからね。はいはい、やってもやっても。まあ、トータルで見ては確かにそうですよね。うん。だから、あなたは、まあ、いや、なんか、当てるときは当てるじゃないですか、10万ぐらい。だそれなもん、なんも100回に1回ぐらいだろ？ 10 回に1回とか。そんな割合が悪いんだったら、だったらさ、そんなギャンブルから抜けたら、誰か別のものに、俺、毎回ギャンブル依存症の人に言うのは、だったらパチンコとかスロットとかやりたいんだったら、ゲーセン行けばいいじゃんって言ってんの。ゲーセンメダルじゃないですか、あんな。でもあなたギャンブルが好きなんでしょ？結局お金儲けが好きなのか、ギャンブルやってる自分、ね、ゲームが好きなのか、どっちなの？じゃあ。まあどっちもですけど。でしょ？まあ。やめたら。お金もう借りん方がいいよ。うん。お前は多分ね、俺が言ってもやめない。やめません、あなたは。いや好きなんだもん。いや、やめたいんですよ。いや、じゃあ、そのお金をもう、さあ、使うなよ。うん。いや、でも、お金あったら、競馬とか毎日やってるんで、使っちゃうんですけど。ほら、もう使っちゃうって言ってる時点で、治療不可です。あなたはね、しっかりとお金をね、別のことに自分に、ね、ギャンブル以外のものに使うものを見つけな。そっからだ、先は。じゃあな。眠くなってきた。もういいでしょ。かそるに決まってるよ、こんなギャンブルの相談会してたら。もしもし？
先生。名前は？あ、斉藤です。斉藤さん？はい。好きな配信者と嫌いな配信者は？あ、みどりさんです。嫌いな人は？あ、特にないです。はい。斉藤さんの、じゃあ相談事何ですか？もっと大きい声喋って、ちなみに。あの、以前、楽しいことがないって相談したものなんですけど。うん。ロシア文学が好きな。ああ、ロシア文学が好きな、なんかあの人ね。はいはいはい、いたね。はい、うん。みどりさんに、スポーツ始めてみたらって言われて。うん。で、その後、まあ、自分でいろいろ運動、してみようと思って、勉強したんですけど、うん、ウォーキングがいいっていうの、運動初心者にはウォーキングがいいっていうのをインターネットの記事で見まして、うん、ウォーキングをしてみたんですけど、うん、そしたら怪我してしまって、はい、で、ぼーっと歩いてたら、道路の側溝に足を入れて、足をこう、なんかこう、足を踏み外してしまって、ひねってしまって。うん。で、ちょっと、まあ、今でも歩くとすごい足首が痛いんですけど、うん。なんか、こんな僕でも怪我せずに、こう、できる運動を教えてほしいです。家の中でやれよ。ウォーキングをですか？家の中でウォーキングできるわけねえだろ。家の中で腕立てとか腹筋とかやってりゃいいんだよ。さ、歩いててドブに落ちてさ、怪我するなんて、よっぽどバカだよ。うん。伸びただよ。はい。うん。だったらもうね、外に出るずに家の中でおとなしく、趣味見つけな。うん。やはり、その本を読む以外に、こう、運動的な趣味も見つけた方がいいということですか？ロシア文学の本よりもさ、もっとね、はい、別の趣味見つけろよ。それ、横山さんに、緑さんに運動がいい。っていうのを言われて、ウォーキングをしてみたら、怪我をしてしまったんですけど、うん、他に運動以外の趣味を探すということですか？そうだよ。そう、運動以外の趣味だと、何がいいですか？いや、運動以外にお前、本読む以外に何ができるの？本を読むことと、あとは映画を見ることです。じゃあ、映画見とけ。はい。うん。好きな映画は？オーストン・ウェルズの市民権です。知るか？なんでオーストン、ウェルズのなんとかの監督かっていうの、うん、アメリカンニューシネマとかも好きですし、コッポラ監督、ナルシソ・イエピスが音楽を担当した禁じられた遊び、ルネ・クレマンの映画とかも好きですし、はい。もうさ、何が禁じられた遊びかなんか知らんけどさ、ね、それポルノ映画なの？何なのそれ？いえ、戦争孤児の女の子がこう墓を作るシーンがすごい非常に知られていて、語源ギターを開発したナリスト・イーペスという音楽家がいるんですけど、その方が音楽を手掛けた、まあ、名作映画の一つです。いや、絶対見たくないし。うん。じゃあ今度さ、料理でも作ったら料理作れ、料理。趣味として。私、料理。うん。食料調達は、まあ、そうですね。基本的に近所のスーパーで、出来合いのお惣菜などを購入していますので、自分でそれは調理をするということですか？当たり目。ご飯作ったら自分で。で、それで新しい趣味ね、なんか、いろんなことどんどん挑戦した方がいい。運動無理なんだから。なるほど。うん。大工さんとか。ね。料理初級者におすすめの、食料というか食材とか。ふりかけ。の名前は。ふりかけ。ふりかけを作るということですか？そう。ほんじゃあな。切りました。うん。うん。適当じゃないよ。優しさだよ。うん。全然適当じゃないよ。優しさ。うん。もしもし？もしもし。名前は？佐藤と申します。好きな配信者、嫌いな配信者います？好きな配信者はですね、カリスマ YouTuber のヒカルさんです。はい、ヒカルさんですね。嫌いな人は？はい。はい。嫌いな人は、忍法です。なんで嫌いなんですか？ちょっと何が面白いのかよくわかんなくて、あんな人気なのかよくわかんないです。ね、青いメガネかけてさ、
今日もオフ会しますとか言って、一回はして来た人に僕のあき、ね、コレクションしたキーホルダーを集めますとか言って、女が来たら他の集まった配信者が放り出して、え、気にゃん、めってよ、めってよとか言って改札口まで行って、で、最後にサンバに八つ当たりして、ね、ほんで、キシキシのこと、サダさんとか、ね、あと、ね、あと、伊藤とかと紛れ込んで、いや、最後にやったうちはカラオケ。はい。で、そんなことお願いします。僕もヒカルさんみたいにカリスマになりたいんですけど、どうすればいいですかね。無理だね。はい。じゃあ次のですね、電話待ってます。電話番号はですね、こちらに当たりますんで、ぜひですね、相談事がある人は、かけてきてください。ありがとうございます。もしもし？あ、もしもし。名前は？マチャイです。マサイさん？マチャイ、マチャイです。マチャイね。はいはいはい。で、好きな人と嫌いな人は？好きな配信者は、随液とビッグニートです。随液さんと、ね、チックミニートですね。はい。はい。はい。で、嫌いな人は誰？嫌いな配信者は、ボットンです。なんでボットン嫌いなの？ビジネス陰キャで、なんか、ヤルミさんだったり、この間は、群馬のアイドルにあやかって、帰省したりして、気持ち悪いんですよね。ほんと。ね、急に企画やりますとか言って、体育館借りたり、調理場借りたりして、ね、体操服まで買って、じゃあその交通費とお金の出所はどこだって聞いても、一切答えないボットンさんが大嫌いってことですね。うん、そうです。わかりました。じゃあ相談事お願いします。相談事は、まあ、今、大学生でして、うん、まあ、そう、彼女がいないんですよね。うん。うん、で、まあ、まあ、性欲を、まあ、発散したいと思って、去年ぐらいに、まあ、デリヘル呼んだんですよ。はい。で、まあ、来た人が、まあ、ブラマコと、まあ、ひまわりさんを足して2で割ったような人で、なんか、ハズレ引いたなって。うん、まあ、本当の、まあ、恋愛をしてみたいと思って、彼女を作りたいんですけども、どうすればいいですかね。あなたは、芸能人と誰に似てると言われたことある？ノンスタイルの井上です。ノンスタイルの井上に似てると言われたんだ。はい。でもさ、あなたね、はい、性欲ありきで女作ろうとすると無理だよ。そうですか。うん。だってあなた性欲の発散のために彼女を作りたいですって言ってるようなものじゃん。いや、でも、まあ、恋愛経験をしてみたいという、まあ、理由もあります。ああ、じゃあ、ときめもやれば。いや、そうなんですけど、まあ、実際にエロケとかやって、な、本当虚しくなるんですよ。うん。なんで、こんな、まあ、ゲームでは彼女がいて、現実では彼女がいないんだって、虚しくなるんですよ。うん。じゃあ、エロゲーってどんなゲームやったの、あなた。なんか、リドルジョーカーとか、乙女ドメインとかですね。終作は？はい？終作。終作？知らないの、終作を。ねえ。エロゲーの定番の終作を、この人知らないってさ、終作ぐらい。ねえ。何ですか？終作も知らないの、お前。ねえ。終作？うん。終作って有名じゃん。終作、この字。うん。知らないのか？修作っていうね、学校で、学校の用務員のおっさんが、ね、こっそり盗撮したね、女性の弱点のものを脅しに使ってやるっていう、エロゲの定番マンゲームだよ。うん。ああ、まあ、脅しをするっていう。そう。内容ですか。株式会社エルフっていう制作メーカーが作った名作ゲーム。やれよ。そうですか。おう、まあ、ちょっと考えときます。うん、考えといて。あとお前にはまだ恋愛は早い、はい、あと3年早い。そうすか。さ、うん、そうすかじゃ、そうなんだよ。そうすかじゃなくて、はい、そうなのって言ってんの俺が。なあ。はい。人を疑う気持ちをまず捨てろ。女が欲しいんだったら。はい、わかりました。ちなみに最後に聞く、君の好きなお、ね、女配信者誰？そうですね。好きな女配信者。まあ、ニコ生で、
まあ、好きな女性配信者っていうのは、あんまりいなくて。うん。まあ、顔だけで見、まあ、言うと、赤猫さんですね。わかりました。ありがとうございます。ね、赤猫ミータン兄弟の、ね、赤猫さんが好きだそうです。よかったですね、赤猫さん。うん。ああいうショートカットが好きなんだね。もしもーす。もしもし。あ、名前は何でしょうか。どうしようかな、じゃあ、名前。ああ、じゃあどうしよう。何でもいいです、じゃあ。つえ。はい。つえ。つえさんですね。はい。好きな人と嫌いな人はいます？じゃあどうしよう。好きな人は、森尾修樹。嫌いな人は？最近の、なんか、最近、まあ、だろ、ボットンとか、忍法筆頭に出てきた最近の配信者。ああ、嫌いな人がボットンとか忍法とか最近出てきた、なんか、メガネかけた、ちょっと弱そうで、陰キャを演じた配信者が嫌いってことですか、ね、いや、なんか最近の配信者って、慣れ慣れしくて、高校生見てるみたいなんですよ。ああ、慣れ慣れしい。慣れ合いがひどい。慣れ合いがひどいね。うん。はい。なんかネタがなくなると外に出て、とりあえずみんな集まれてコラボして、雑魚配信者が群がって、一つのコロニーを作るあたりが気持ち悪いってことね。なんかもう常にコラボしてるじゃないですか。まあね、わかるわかる。あれがなんかもう、うん、高校生とか大学生みたいなノリで気持ち悪いなっていうのがあって、うん、そんな感じですね。わかりました。じゃあ相談事なんでしょうか。ちょっと重たいんですけど、いいですかね。はい、いいですよ。これ僕以前ちょっとコロナにかかった。で、突出したものなんですけど。ああ、昔いた、あ、いたね、前に。うんうんうん、はい。で、ちょっと気を失ったっつって電話したもんですけど、うんうん、今ちょっと、家で祖母の介護して、認知症なんですけど、祖母が。はい。で、ちょっと、まあ、噂には聞いてたんですけど、想像以上にちょっと、部屋がグロい状態になると言いますか。どういうこと？要は認知症、まあ、緑さんもいずれ直面するとは思うんですけど、うん、認知症の介護って、要は、老便って言って、自分でしたうんちを部屋中塗りたくったりとかしちゃうんですよ。そうなの？はい、これ、老便っていう症状なんですけど、うん、要は一説によると、うんちがその、あんこに似てるからっていう理由で、やっぱその、手でこねくり回したりとか。そうなの？あ、ちょっとリスナーさんに聞いてもらったらわかると思うんですけど。そうなんだ、はい。要は、おむつの中にするじゃないですか。うん、それを自分で取り出して、うん、こねっくり回したり、口に入れたりとか、壁に塗ったくったりとか、うん、ポケットに突っ込んだりとかしちゃうんですよ。あ、うんうん、で、今ちょっと、祖母がその状態でして、はい、で今僕、両親と祖母と住んでるんですけど、うんうん、ちょっと家を開けて帰ってきたら、もう、壁中ちょっと塗りたくられたりとか、うん、ちょっとその祖母のズボンとかを洗濯で回すと、うん、まあ、ポケットにうんちが入ってて、うん、洗濯機めちゃめちゃになったとか、うん、結構そういうのが日常茶飯事で、うん、もう家族全員その体力的にもやられてて、うん、もうどう、参っちゃって、うん、どうしようかなっていう状況でして、うん、じゃあどうしよう。いや、それはね、市役所が、町にさ、区役所か市役所があると思うから、そこに相談するとね、ケースワーカーの人が家に来てくれて、確かお金少し払うとね、補助金でやってくれるよ。皆さん結構それ簡単に言うんですけど、うん、施設に入れればいいとか、今めちゃくちゃ順番待ちで。あ、いや、施設はだから無理なんだって。施設はもう順番待ちで空いてないから、要は、手伝いの人が来てくれるの、はい、家に。んで、掃除とか全部やってくれるよ。今。あ、じゃあ、うんちのその処理とかも全部やる。やってくれるよ。うん。ああ、みどりさんとか、両親、母親の方がボケたりしたら、そういう対応するんですかね。いや、母親死んじゃったから。ああ、じゃあ、父親の方か。父親がその、うんちをその遊んだりとか、っていう行動が始まったりしたら、そういうサービスを利用するんですかね。利用するしかないね。だって、俺、愛知県も乗れないから、もしくは、妹がいるから、妹が面倒見るから。どっちからね。あれ、本当にもう、家族、家庭環境崩壊しちゃうんで。崩壊すんの？あ、もう、寝れなくて、まず。うん。で、朝とか、匂いで起きるとか、もう本当に、もうよくあるあるなんですよね。なんか臭いなと思って、目が覚めたり。
え、そんなことあるの？認知症って。以前あった話が、その、ラップにうんこ包んで冷蔵庫に入れたってことだったんですよ。ラップにうんこ包んで冷蔵庫に入れてたりしてたの？これ認知症でもう全然、まだもう、入り口。え、嘘だ！入り口なの？え、怖いんだけど。俺もじゃあ将来、もしさ、アルツハイマーになったら、自分でうんここねくり回して口の中に入れたり、かしわ餅みたいに包んで食べたりする可能性もあるってこと？まあ、僕らの年代がやるかわかんないんですよ。その、まあ、昔を生きてきた人たち、昭和を生きてきた人たちっていうのは、やっぱそれをやる傾向にあって。怖いんだけど。もう、要は、うんこ手でガチャガチャってやって、それを紙に塗ったくりったりとかされたらもうどうしようもないんですよ、正直言って。マジきついね。じゃあ君、本当に今大変な状況なんだね。もうすっごい匂いで部屋とか、もう僕はもう2階の部屋に逃げて、まあ、パソコン見てるんですけど。誰がじゃあ掃除するの？お母さん？両親です、ね。両親が雑巾でゴシゴシこすってんの？壁とか。まあ、どうだろうな。そうなりますよね、やっぱりね。そういうことですね。もう、すごいですよ。地獄絵図というか、部屋入ったらもう。テレビでは絶対やらないもんね、そんなこと。あ、これ絶対やらないです。正直もう日本の闇というか、もうタブーみたいなものなので。そうだよね。障害者の性とかそういうのも絶対つかないんですし。ホワイトハンズでしょ、うん、はい。音竹さんとかも、ね、うん、昔お母さんに抜いてもらってとかそういう話もあると思うんですけど。え、そう、音竹さんって昔お母さんに手こきして抜いてもらってたんだ。いや、結局、両手足がない人って、もう、できないじゃないですか。うん、で、人めちゃめちゃ性欲強すぎて、はい。5、6人女囲ってたって聞いた時、なんであれ持てたんだろうな、本当に。彼、僕、お会いしたことあるんですけど。あるんだ。うん、もう、結構、話とか、口が達者っていうか、トーク力もすごいある方で、実際だったら、まあ、全然いい方なんですけどね。やっぱりその、その辺の、ちょっとタブーな、問題っていうのはもう当事者のみが抱えてて、すごい辛いなっていう状況で。まあもう、家入れないと思いますね。ちょっと、潔癖、綺麗好きな人とかだったら。俺そういう状況に出くわしたことがまだないからわからんけど、話聞くだけですごくなんか伝わってきたよ。君の苦悩と苦しみが。正直、無理ですかね。緑谷さん的にはもう、自分が当事者だったら、もう投げ出しますから、ね。いや、投げ出しはしないけどさ、とにかく、まあ、役所に電話してこういう状況ってことを説明すると、税金で、そうやってね、ケースワーカーの方とか、そうやって手伝いの人が家に来てくれて、そこで掃除とか全部手伝いやってくれるはずだから。一回まず、相談してみて。ですね。うん、でやっぱ夜とかは対応できないんですけど。そうそうそう。で、まあ、できる限りね。自分でやらなきゃいけないんですよね。そう、ある程度自分で、やっぱりね、その祖母がいたから自分が生まれたということを感謝の気持ちを持てば、そういうこともね、多分。いやー、それ、綺麗事っすよ、やっぱり。まあ、現実は辛いと思う。だったらさ、それをうんこと思わなければいいじゃない？あー、なるほど。わかりました。じゃあちょっと、頑張ってうんこ拭きます。今日も？あ、もう今日もっていうか、もうほぼ毎日ですよ。毎日続くの？やっぱ、食べればうんちは出るじゃないですか。うん。で、ちょっとその症状、調子が悪い人だと、食べちゃったりとか、紙に塗ったりとかっていうのをやっちゃうんですよね。まあ投げたりとかする人もやっぱいるらしいんですけど。それ、例えば、だけど、縛っとくのはダメなの？ああ、縛り付けるってことですかね。そうそう、布団に。ああ、それでもいいかもしれないです。縛り付けて、ご飯の時だけ起こすみたいな。そう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 。で、ご飯だけ。そうですね。まあ、多分、祖母はあと、2年は持たないと思うんで。まあ、とりあえず頑張りつつ、うんこ処理しようと思うんですけど。そう、頑張って、ちょっと。辛いと思うけど。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。大変なんだね。そういった、現実的に俺あまりテレビとかで絶対言わない話なんだけどさ。だから、NHK とかのドキュメンタリーもそういった話を俺やってほしいわ。その、介護の実態。介護施設の実態だとか、ホワイトハウスについてだとか。ね、障害者の性の処理についてとかさ、なんか人が普段見れないようなそういった状況を伝えてほしい。映せなくてもさ、知りたいじゃん、どうなってるか現状を。ね、うんこ壁に塗りたくられてるっていうのが。
本当にガチャの重度の認知症のところってどうなんだろうな。だって、自分の意識がないわけでしょ。要はずっと、なんか酔っ払ったような状態で、なんか自分の意識が保てないっていうことでしょ。かわいそうだよな、本当に。すごいかわいそうだと思う。それをね、そのなった人も、その介護する人もね。うちの親は誰がやるんだろう。俺がやるんかな。あれで長男がやるのかな。ねえねえ、長男が葬式とかの手配とか全部すんの？どうしたらいいの？うちの親が死んだら。何やっていいか全くわかんないんですけど、俺。自分で言うのもなんだけど。で、俺がもしかして親戚中に電話すんの？でも親戚の連絡先一人も知らないし、妹の連絡先も知りません。教えてもらってないから。いや、本当にわかんないんだって、マジで。どう何やっていいか。何もしないと俺が捕まるんだって、死体遺棄で。人が死ぬじゃん。で、何もせずに俺が放置すると、死体遺棄っていう罪が被さってね、ダメなんだってさ。大変ですよね。はぁ、あ。もう、今の電話で終わりでいい？今日は。なんか最後に重い話が来たから。ふぅ。葬儀屋っていうのも俺さ、あまりちょっと高いなと思ってんだよ。だって、霊柩車って1キロ1万円でしょ？霊柩車呼ぶのに数万円かかって、さらに1キロごとに1万円。なんでお花もあるじゃん。あれ使い回しだからね、基本的に。葬式屋とか結婚場のお花って、飾ってるやつって。あれ、一回一回ね、捨ててないよ、ゴミ箱に。全部使い回ししてるから。じゃないと元取れないじゃん、あの、お花。そう、あと、戒名ね。うちの親もね、25万か30万取られた。戒名、マジで高いよ。戒名っていうのは、なんとかのなんとかの、女児とかそういう名前でバーって書くのね。死んだ時の名前用に。めちゃ、長ければ長いほど高い。それがね、意味がわからん。ほんで、一周期、三周期。ご周期、九周期でお坊さん呼んで家でポンポンポンってやるんだけど、それも金かかるし。だから本当にね、しかも無税でしょ？宗教法人って。だから、ね、そこら辺ちょっと、やりたい放題だなと思って。もう眠くなってきたんで、もう緑はいいでしょ。じゃあ、緑庵終わりね。これで。緑庵は終わりで。じゃあ、横緑に戻るわ。ちょっと横山緑に戻ってくる。ちょっと待っててね。よいしょ。いや、もういいじゃん。電話鳴らないんだし。疲れた。もう疲れた。映画もう寝ていい？もう眠いし。もうこれ以上特にもうネタもないし。映画流すって言ってもさ、じゃあ何見たいの映画。いやもういいじゃんね。電話は、もうこれ。終わり、もう今日終わり。電話切っとくね。また緑庵やるから。あんまりやりすぎるとね、つまら飽きちゃうから、リスナーさんが。だからトイストーリーとかさ、タイタニックとか流したら俺が著作権あれで捕まるわ。自分の映画しか流せないよ。ベスト曲また今度やろうよ。だってもう見るのないじゃん、もう。俺も、だってもうあと特にやることないし。明日俺競馬やろうかなと思ってんだけどさ、競馬。NHK も、明日絶対荒れるから。もう絶対荒れるの確定のレースがあるからさ。本当はね、明日、三連単クラブ、本当は明日やるべきなんだよ。それぐらい荒れると思う。明日の NHK もやる。でも個人的にやりたいなと思ってます。個人的にやりたいと思ってます。お絵かき来んよ。お絵かきしない。お絵かきしても、なんか時間もったいないから。
お題でお絵描き、じゃ何お題、じゃあ、いい、一回だけね。お絵描き、お題何、およそね、みたいな。何のお題、うん。お題による。お題一回やってもう終わる、寝る。自由だと意味ないじゃん。もう4分だから時間ないからいいや。うん、寝るか。あとは。いや、また今度やるよ、お絵描きは。うん、お絵描きまた今度やるよ。うん、ね。もう、圧力かけないでくださいよ、もう。これ。うん、もういいじゃん、別に。もういいな、なんかさ。うん、ね、じゃあ、これでね、終わりたいと思います。もうね。ね、特に、ないから。うん、もう、なんだよ。誰こいつ、うん、後で知らない人の皆さんブロックします。うん、いやだって 1分かかるから、お絵描きまた今度やるから。うん、お絵描きまた今度やります。ね。また緑は今日はいっぱい、電話とつありがとうございました。うん、じゃあ映画流せ、じゃあ映画でいいもん、映画で、最後。暗黒映画ね。鬼滅の刃の映画でいい、それでいいですか、鬼滅の刃の映画ぶん流して、終わりで。うん。じゃあそれで終わりね、今日。それ流して終わります。眠い人はもう寝ていい、これで。ね。映画流してあと終わります。うん、どこ行ったかな？鬼滅の刃の映画を流して、終わります。どうだったかな？これは運営さん、俺の作った、ね、著作権関係ないやつなんで、僕が作ったやつなんで、ね、他人の権利を侵害したやつじゃないんで、そこら辺よろしくお願いしますね。じゃあ、これで最後、今日動画流して終わりたいと思いますんで、皆さん今日ね、見ていただきまして、本当は長い間、時間見てくれてありがとうございました。ね。またやれたらやりますんで、ぜひね、よろしくお願いいたします。じゃあ、最後はね、鬼滅の刃の映画をですね、僕の作ったオリジナル映画の最新作を見せて、今日は終わりたいと思いますんで。じゃあ、わーわー言うとりますよね。お時間です。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。